皆さん、お疲れ様です小川太平の事件考察室え本日、撮影収録日は2023年10月15日日曜日になりますえ今日の分の配信はですね明日16日月曜日を予定しておりますよろしくお願い申し上げますえ今日のタイトルはですね当て逃げ事件ということでですねお笑い芸人の藤ジこと藤本敏史容疑者52歳 が当て逃げ事件をしたということでですね、本日取り上げさせていただきます。この件はですね、11日水曜日ですかね、先週。速報ということでね、ライブ配信機能を使って、一応皆様にはお伝えをさせていただきました。概要を話しますと、2023年10月4日のお昼ですね、正午頃、渋谷区の交差点で、接触物損事故を起こしたというね、 ことですまあいろんなメディアとネット記事とかでもですね接触物損事故というふうに書かれてますけど当て逃げってなかなか書かれてないんですねこれ接触物損事故じゃないですよ当て逃げですよ実際はねというのはここで、えー、事故を起こしてから要は事故不申告なんですえそこで現場を立ち去っているということで当て逃げただ私ゴゴつまでも話したんですがこれ当て逃げなんですが結果的には本人が気が付いていたかどうか 本人が気がついてなければ事故の申告自体ができませんよねいやそんなことって小川さんないよって言うんですけどもこれ私も実際に経験があるんですがこれ極端な例ですよ例えばトラックと軽自動車軽自動車は当然ちっちゃいし衝撃もあるでしょうからちょっとぶつかったぐらいでも運転手さんは気がついてると思うんですただトラックの方は目線も高いところにありますしちょっとぶつかったぐらいだと 車に衝撃、振動とも何もない。そういった場合は気づかないですよね。えそういった場合に現場から立ち去った。えそんな事故あったんですかみたいなのもあり得なくはない。ですから今回、この藤本敏文容疑者がどういう車に乗っていたか、また相手の車がどういった車だったか、ということもね、えー、関係してくるのかなというふうには思っています。まずそれがね、事故が気づかなかった。 としたら、そういった理由もなくはない、ゼロではないんじゃないかと。ただですね、私が気になるのが、この藤本敏、ね、文容疑者のコメントがね、出てるんですね。ちょっと読み上げます。この度は事故を起こしてしまい、また事故直後に適切な対応ができておらず、浅はかな行動をとってしまい、被害者の方に対して大変申し訳ない思いですというね、コメントが 出ていま,すまず、事故をね、起こしてしまい。ですから、事故を起こしたことは間違いない。次に、事故直後、事故があった後ですね、適切な対応ができておらず、適切な対応をしていない。それが自分では、自分本人、ご本人がね、浅はかな行動だったというね、ことを話してます。ただ、どこにも当て逃げをしたとは、 本人言ってませんでまた逆に先ほど私が言ったように事故が起きたこと自体が気づかなかったんです。 というね。まあそう言って言うと言い訳というふうに思われてしまうから言ってないのかも。これはわかりません。わかりませんが、非常にこう曖昧なところがあります。事故を起こしてしまい、また事故直後に適切な対応、適切な対応っていうのは警察に事故の申告をするっていうことだと思うんですけども、適切な対応ができておらず、まあもちろん相手に怪我はございませんか、大丈夫ですかっていうことも含まれると思うんですが、そういう浅はかな行動をとってしまったと。 いうふうなコメントは発表しているんですが当て逃げをしたとはね、えー、どこにも書かれていないまたなぜ現場を立ち去ったか優しく言うとですよ厳しく言うとなぜ当て逃げをしたのかっていうことはどこにも書かれてない本人のコメントにいや事故自体気づかなかったんです本当に気づかなかったんで立ち去りましたその後に警察からあこうこうこういうね連絡があってあそれだったら ということで車を見たらほんのちょっとだけど接触の跡があったとかね痕跡があったとかっていうことだと思うんですがまあそういう説明がされていないということですねまあここでねちょっと私がこれはあくまでもここから私の推測になりますあの私はまあ現場も見てませんし車も見てないし被害者の方とも話をしてないので詳細には分かりませんが まあ、いわゆるね、向こう、いろんなメディアが言ってる、接触物損事故。追突とか衝突ではない、接触。ちょっとこっそぐらいなのかなと思いますけども、接触物損事故ぐらいで、逃げる意味がわからないです。だけど逃げたんですね。立ち去ったんですね、現場から。何が考えられるか。まず一番最初、一つ目。飲酒、お酒を飲んでいたから。お酒を飲んでいたから、え、現場を逃げる。っていうのは、 あの私はそんなこと全く理解できませんよ全く理解できませんけども過去の例を見てもありますただ今回は正午お昼ですねお昼に飲酒運転まあなかなかないこれはちょっと本人に確認できてませんが周りの方の話によると、まあ、フジモンはお酒を飲まないんじゃないのっていったような話もあるのでまあ飲酒の可能性はまあないなというふうに思いますじゃあ2つ目著名人等に多いんですけども同乗者 一緒に乗ってるもの助手席に乗っていたものがね、世間に分かってしまうと良くない。藤本容疑者は現在独身ですから、誰とお付き合いし,し,あのしてもね、問題はないはずです。ただ、その誰とって言っても、相手の方がどういう方によりますよね。例えば結婚している方とか、今回そうだって言ってるわけじゃないですからね。というような問題があると、まあ、立ち去ってしまう可能性。 ももうなななくはないのかなと思ったりもしますで3つ目いきますすつ目き警察官が当然現場に来ます警察官が現場に来るとなんか良くない、まあ、これ分かりません、例えば何か本来持ってはいけないものを車に乗せてたとかですね、まあ、そういった場合、事故はこの軽い事故だけど、こ私が持ってるもの、これがバレちゃったらやばいなっていうので、もう立ち去った可能性もあるんじゃないかなと。 あと4つ目。あの芸人の方はですね、意外と、こう、テレビの収録とか撮影の時とかもですね、あの、車で来られる方多いんです。そういった場合に、どうしても時間ギリギリだったりとかするとですね、道路事情等で、当然急いでますよね、急ぎ。そういった時に、あれ当たったかなぐらいだと、まあ、相手も何も言ってないから、そのまま行っちゃえ。 みたいな感じで言ったのかなと思うんですけども、こういったものがね、ちょっと考えられるなというふうには思いました。ただ、藤本氏自身の話では、事故を起こしたことは間違いない。事故直後に適切な対応ができていない。それが浅はかな行動だった。っていうことは認めてるんですが、どういう理由で現場から立ち去ったのか、どういう理由で当て逃げをしたのか、 って言ったようなことはね。まあ、このコメントの中にはありません。 まあ本人、えー、しばらくの間は自粛と自粛するということで,です、ねえー、これから年末年始お忙しのタレントさんのはずですし、まあ、年末年始でなくてもですねフジモンいろんな番組出てますよね「ゴゴスでもちょっと話したんですがあの違う番組情報番組でですね何度か一緒に出たことがありますまあ共演っていうのはちょっとおこがましいですけど私はこうゲストで呼ばれてね えー、専門家として呼ばれてこの事件はこうだああだっていう話をするんですけども撮影の前にですねまあ、前室等に行くと一緒になる時があるんですけどもその時によく藤本さんはね声かけてくれるんですよこれとんでもないですよねこいつとかですねもうすごい正義感強い方なんですよ話をした限りだから私はそんなプライベートでのお付き合いは一切ありませんけども仕事でのそういうやり取りの中でもあ この人って正義感強いんだなカメラ回ってないところでですからあ結構こう関心持ってくれてるし正義感強いんだなっていう印象が強くあったんですもちろんカメラ回ってるとねまあ普段の何ていうおちゃらけっていうのかなそんなこともよくやってたんでそういうのもあるのは分かってますけどもカメラ回ってないところでは非常に関心強くてっていうのでだから逆にそういう人がこういうことをしてしまったらどうなるかな とあとは、まあ、今日はちょっと名前挙げませんけども過去にもね同じこのお笑い芸人の方同じようなことをやって約2年間かな自粛したとかっていうのがあるのでその件に関してこの藤本藤門がまが何か話してるらしいんですよ。 まあ、とんでもないことやってくれたなみたいな話をねですから当然まあそういう話をしたから今回のことがダメだってことを知ってるっていうわけじゃなくてこれ誰でも知ってることですけどもなぜ逃げた免許持ってる人なら誰でも分かる逃げるほどのリスクを取ってまでやる必要があったのかなもちろんこういう事故というのは物損事故であってもどんな事故であってもまあ普段そんな経験することはないと思います毎日運転してる人ででももねですけども この事故が起ききたらどうしなきゃいけないい当然分かってますいざ自分の身に事故が起きてしまうと、まあ、当然動揺する慌ててしまうそれは分かりますけどもえなぜ立ち去ってしまったのか逃げてしまったのかこう逃げる行為が当て逃げになるってことは誰でも分かる。ということで本人のこんな数行のコメントではなくちゃんと本人の口からって。 じゃあまた会見しなきゃいけないのかってもう本当ねこの世は会見だらけになっちゃうんですけどもえまあ会見しなくてもいいぐらいちゃんとした話が聞けとけば聞ければよかったのになと思ったりもしていますこういうのがあったから皆さんにっていうね言うのもおかしな話ですけども事故が起きたらまず止まるストップするで車を安全な場所に その近くね道路の端と寄せる相手が当然、自転車歩きの方でしたらお怪がありませんかただ、車の方であっても追突等ならけがしている場合もあるんで大丈夫ですか救急車呼びますからとかですね当然、そこで救護措置をするのが大事でその後にあのこの三角板でしたっけ三角板を置くとか夜なら発煙筒を焚くとかですねそういうふうにして警察に報告をするというのがねこれが義務です。 そうしないと自己不申告であったりひき逃げの場合だとね休業措置義務違反あの当て逃げだから逮捕されないってことはないんですよ当て逃げでも逮捕されることはありますひき逃げはもちろんですただちょっとだけもう一つ気になったことが今回10月4日なんですこれで10月11日に発表がありましたただ発表があった時にはフジモンはもう被害者と話し合いができてるんですもう被害者と話をしてますまあこれはね あのどうやってっていうのは、まあ警察の方でこういう事故を聞く、でお互い認識があるかどうか、本人がなんて言ったかわかりませんけども、当然代理人の弁護士等で、じゃあ被害者の連絡先を教えてください、被害者の方に相手が連絡したいって言ってるけども、弁護士に連絡先を教えていいのかと、いいですよ、連絡が来る、話をする、まあ示談、当然修理も済ます、こうこうこうですよっていうようなことでね。 まあまとまることって当て逃げでも多いんですまあ今回も、まあ許してもらってるというか,か逆にえ頑張ってくださいみたいなことを言われてるって言ってましたけどもそうなってから何か発表があったのかなとその辺がちょっと引っかかったところかなということですまあ今日はですねえ先週情報番組等で騒ぎになっていたお笑い芸人藤原の藤本ことえ藤本敏史これねあの警視庁は こういったのっで、えー、書類送検すると思います。被疑者として。だから私はあえて容疑者というふうに書かせていただきました。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。小川大平の事件考察室ではですね、えー、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、えー、何か事件の情報、えー、ご質問、ご相談、えー、そういったことがありましたら、ぜひ、えー、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで。 ご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものをも,も,もですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします